に歩いた時間、笑い過ごして育った日々。でもあなたは今苦しんでいる。手を差し伸べたいけれど、返したいんだ、助けたいんだ。でも僕の力は小さくて、自分の無力さを感じていた。あの日僕が倒れそうな時に、不器用な僕は言葉じゃ何も伝えられずに、体が先に動いちゃうけど、後にそっとついてきてくれた仲間を信じ信じられて、そんな思いが広がってて、大きな力に変わってゆくよ。いつか君がくじけそうな時は、沖縄ができた。